皆さんこんにちは。今回はこちらのゲーム、私は、ここにいます、をプレイさせていただきたいと、思います。気がつくと、あなたは見知らぬ無機質な部屋の、中にいた。一体、何があったのか思い出せない。幸い、手の中にはあなたのスマートフォンがあった。なんとかして、早くここから脱出しなければ、というストーリーになっております。それでは早速スタートです。ストーカーじゃん。iPhone 風の携帯だ。パチモン捕まされたのかな？尻の発音を良くした感じですかね。ご用は何でしょう？GPS 信号が受信できません。住所から現在地を検索しますか？それって元から友達がいないんじゃないでしょうか？ということで、始まりました。まずはこの第一の間から、脱出する方法を探さなくては。めっちゃハイテクやんけ。ちびまる子ちゃんだ。なんでこんなところにいるのでしょうか？玉ねぎ頭の人もいるのかな？まる子ちゃんの叫び声？痴漢でもされたのでしょうか？意外とあっさり第一の間を、クリアできましたね。
なぜこんなところに本棚が。そりゃあ試しますとも。はい、ご用は何でしょう。私は推理、あなたのパートナーですよ。かわいい。それではまた。何も起きませんでした。この本インチキだわ。せっかくなので読んでみましょう。そんな人いたら怖くて逃げちゃいますよ。ちょっと見てみたい。消え。いやー、なんだ今のー。気のせいで済ませたらあかんでしょ。こんなところさっさとおさらばだ。池田エライザかな？ご用は何でしょう。イライザが誕生したのは1966年です。僕の孫が生まれた年と同じだ。ハイテクすぎー。ドクターイライザは優秀な精神科医でしたよ。もう引退してしまいましたが。それではまた。
お前の体のことなんて知ったこっちゃねえぜ。はよ進まんか。慎重という割には、がっつり進んでて、笑った。マルコちゃんのお姉さんかな？振り向いたらいそうで怖い。いなかった。なんだ。そりゃもちろん。おらんやんけ。いやなんでいきなり迫ってくるんだよ。見つめ合うと、素直におしゃべりできない系女子かな？はい、ご用は何でしょう。癒されてる場合ちゃうやろ。はよ脱出せんか言われはい、ご用は何でしょう。アラームを7時にセットしました。45分後にタイマーをセットしました。メールの送信が完了しました。近くのカフェが4軒見つかりました。自宅から最寄り駅までの最短ルートを検索します。お礼なんていいですよ。なんでちょっと感動的な流れになってきとんのじゃ。こちとら怖い思いしてんねんで。こちらこそありがとうございます。めっちゃドラクエのダンジョンっぽい。なるほど、この水で火を消せばいいのですね。なんだこれ。このツルハシどこで使うんだろう。
ここか。なんだ夢か。使わなくなってしまったスマホがこの夢を見させたのでしょうか。なに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 。ということでこれで終わりのようです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またこういったゲームをプレイする予定ですので、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。